第91ミサイル航空団はアメリカ空軍の部隊。空軍宇宙軍団第20空軍参加の部隊であり、作戦式場はアメリカ戦略軍の指揮を受ける。大陸間弾道ミサイルを運用する部隊であり、司令部はノースダコタ州マイノット空軍基地所在。自認は約4500名。参個軍で構成されているが、うち第91作戦軍が主力であり、 他の2個軍は支援部隊である。91ショートトン OG は3個、ミサイル中隊1個、ヘリコプター航空隊1個作戦支援中隊で編成されている。ヘリコプターは自任輸送、兵站支援に用いられる。91ショートトンメガワットの前身は1942年に創設された第91重爆撃軍である。 第二次世界大戦においては B-17 を装備し、欧州戦線に投入された。1948年10月11日に第91戦略偵察航空団に改編され、RB-29 による偵察任務に就いた。朝鮮戦争でも偵察任務に就いている。1953年には B-47 に機種が更新されている。 1957年11月8日に一時、編成解除されている。1962年11月15日に、第91重爆撃航空団として、再編成され、B-52 を装備した。1968年にマイノット空軍基地に移動し、ミニットマンエコビエムを装備する、第91戦略ミサイル航空団となった。 1972年にミニットマンアイは3型に更新されている。1997年に第91宇宙航空団に解消され、2008年7月1日からは第91ミサイル航空団に再解消されている。ありがとうございます。